2012年度の経済成長戦略委員会の提言、地域都市の国際競争力強化に挑むの意見書ができましたので、今の委員長からご発表いただきます。東京の同友会はなかなか東京にスポットを当てた提言というのはほとんどなかったんですが、まあ金融市場のことを除いて今回初めてその東京にスポットが当たったという意味では珍しい提言になっていますので、よろしくお願いします。はい、経済成長戦略委員会委員長の稲野でございます。本日は私の方からこの度の経済成長戦略委員会の提言案の概要についてご説明いたします。お手元に資料が2つあると思いますが、1つが提言案の概要、そして本文になりますで、内容につきましては主として提言案の概要でご説明いたします。詳細については提言本文をご参照いただくという形で進めます。まず概要の方を見ていただいて、本提言の趣旨というところでありますけれども、経済成長戦略委員会では経済成長戦略の実現について、新規性あるいは具体性といったことも考慮して検討を行っていく中で、グローバルな都市間競争、地域間競争の時代における立地競争力の強化ということを基本的な課題として考えてきました。その上でここにあるように提言では2つ大きなポイントがあります。第一は、地域が個性強みを生かしてグローバル競争下での稼ぐ力というものを高めていくために、地域の裁量が大きいトップというものを活用し、将来的に同友会も主張しております地域主権型同州制の下でそれをさらに発展していくべきである。これは第一の柱です。そして第二に、地域にある知見も生かしながら国内外の社会的課題に対するソリューションモデルの構築力を強化していくということを第2の柱にしております。具体的提言案の内容についてこれからお話をしていきます。提言の1でありますが、地域の裁量が大きい特区を展開し一国多制度を施行する。地域の個性強みを生かした経済成長の実現には、地域経済の柱になる産業事業に関する大胆な特例措置などを独自に設けられるよう、地域の裁量を拡大していくことが求められます。具体的には、現在の総合特区制度における国際戦略総合特区を諸外国と比較しても遜色のない税制優遇措置や積極的な規制改革によって高度に実現していくことが必要と考えています。なお、ここで申し上げている総合特区制度と国際総合戦略総合国際戦略総合特区の詳細につきましては、提言本文の4ページの脚注に書いてありますので、ご参照いただきたいと思います。そして、特区導入、次の段階として、同州制導入をさらに視野に入れつつ、産業競争力強化に関連する権限、財源といったものを地域に移譲し、より広範で、裁量の自由がある特区へ展開していくということが考えられます。提言の2でありますが、東京のグローバル特区化と都市再生により経済成長を促進する。今提言1で申し上げた考え方を基本に置きながら、まず一地域としての東京の個性を磨くという観点から、東京のグローバル特区化と都市再生についてここでは提言しております。なお、これはもちろん東京への一極集中を図るということを意図しているわけではありません。国際的な都市間競争を戦っていくために、首都東京を世界に開かれた都市にすることを目標にしており、目指すべき東京の将来像はグローバルで成熟した最先端都市ということになります。これを実現していくためには、東京に世界から人と企業を呼び込む政策と、その受け皿となる都市再生の戦略が重要になってまいります。そこで東京都が承認されたアジアヘッドクォーター特区において、対内直接投資のベストプラクティスの創出を目指すべきと考えております。この特区の詳細につきましては、提言7ページの脚注に謳ってあります。ベストプラクティスの創出に向けて、政府にも例えばジェットロの中に、韓国の投資誘致機関と同様に諸外国からの問い合わせや、あるいは行政手続きに直接対応するワンストップ窓口を設置することなどが求められます。
また東京都版の規制改革会議を設け、アジアヘッドクォーター特区に関する自治体規制に限らず諸規制の改革を検討していくことを提言しております。この特区によるグローバル化を足がかりに、東京23区を外国からのビジネスマンやその家族も含めて働きやすく、そして住みやすい環境にすることを目指し、外国人を含む都知事のアドバイザリーボードを設置し、戦略を検討することを提案しております。さらに成田、横浜をつなぐ広域をグレーター東京として捉え、訪日外国人の増加に向けてこの地域が一体的に取り組むことも重要であります。次に東京都の都市再生政策では、多様な機能のコンパクトな集積と防災に強い都市への再生に重点を置きました。具体的には、特定都市再生緊急整備地域での容積率規制、用途規制等の緩和による土地の高度利用、あるいは借地借家法における政党自由の見直しによる老朽化建物の建て替え促進を提案しております。また再活事業に要する資本性資金の出し手を多様化する方法として官民ファンドの検討を挙げています。一方、東京の弱みの一つである国際交通ネットワークの強化策としては、羽田空港における内陸ルートの活用による容量拡大と5本目の滑走路設置の検討、成田空港の乗り継ぎ機能の強化と国際線ネットワークの拡充、成田羽田間の新線敷設の早期事業化を挙げています。続いて提言の3であります、社会的課題に対するソリューションモデルの構築を磨く。行政が直面する社会的課題の解決に向けて、民間が提案をして柔軟な官民連携の下で事業を進めるためには、官が規定した指標をベースにして価格を競わせる公共調達制度を、民間企業のソリューションを競わせる方式へと見直していくことが求められます。また地方自治体等が持つ利用料金の徴収が可能なインフラ施設では、 PFI のコンセッション方式を活用し、民間事業者に運営管理を任せることを提案しております。なお、こういったことを自治体に促していくためには、地方財政における将来負担比率の健全化の促進、地方交付税制度の見直しが必要と考えます。さらに、インフラ運営の国際展開を目指し、競争力ある事業モデルを作るには規模の確保が必要なため、広範囲にわたる複数の自治体からの事業の一元的運営を可能にしていくことが求められます。提言の4は、地域の産業競争力を強化するというテーマであります。高付加価値型で一定の規模を持つ産業集積というものを形成していくためには、特区を活用し、関連する政策において地域への裁量の付与と環境整備を進めることが有効ではないかと考えています。高度な産業集積の形成では、集積を推進する主体に地域内外の多様な人材を巻き込むことに加え、事業化数を目標とした産学の連携や海外の研究機関等との共同研究の推進による内外の緊密なネットワーク作りが重要であります。また自治体に求められる取り組みとして、地方法人税減税に加え、従業員の家族に対するサポートなども含む包括的インセンティブを有した企業誘致、海外からの専門人材に対する地方住民税の軽減などを挙げております。地域の産業競争力の強化には、グローバルに競合できる中小企業の国際展開を支援していくことも必要であります。その具体策として、金融問題 PT がすでに提言しております。地域金融機関を中心に外部の専門家の知見も得て、事業の国際展開に見込んだ支援を行うことを挙げております。最後に提言5でありますが、グローバル競争下での人的資本蓄積のために企業に求められる取り組みを述べております。その一つは、グローバル化が身近になる組織づくりであり、これまで経済同友会が提言してきた留学生をはじめとする外国人の採用強化等を挙げております。2つ目に、異業種の企業やベンチャー企業、学術研究機関、自治体といった多様なセクターとのつながりから、社会的課題に対するソリューションといった新しい価値を作り出せる人材の育成が必要であると考え、
例として社員がビジネススキルを社外の公益的事業に生かすプロボノ活動の支援を挙げております。簡単でありますが私からの説明は以上であります。ありがとうございました。かなりよくできたご提言なんですけど、目玉はやっぱり東京都市再生でしょうか。そうですね、そういう意味では政府の三大都市圏の国交省ということを成長戦略の目玉にしようと、準備中なんですけれども、こちらとのリンクといいますか、それについてどのようにご覧になっていますか。この段階では何もリンクはないわけですけれども、はい、ご承知のように同友会は今日これが終わったら皆さん、委員の皆さんにお届けする段取りになっています。はい、さらに産業競争力会議等にも同友会に名を連ねる方々が参加していただいており、それに対しては政策提言プラットフォームという、内部の仕組みを使いながらいろんな、意見を出していくので、この中に言っているようなことはいろんなその時々の議論には反映されていくということになろうと思いますね。では各社ご順にどうぞ。そうすると何も結構ね持ってきます。これもちろんこれ東京都がいうことを主語で書いてるわけですから、東京都とも当然議論してます。で、議論してます。その上でこれ最終的に出来上がったんでお持ちして、またそこから、ディスカッションして、深めていきたいというふうに考えています。猪瀬さんともお会いになったりしたの？いや、猪瀬さんとはお会いしてません。ずっと都議会があってなかなか実は会えなかったというのはあって、そういう機会があればぜひ直接お話申し上げるということもやぶさかではないわけです。東京都側のこういう提案というのは歓迎という感じですか？基本的には歓迎です。もちろんできることとできないこととは現実に言えばあるし、優先順位もあるでしょうけれども、これだけまとめていろんなことを言っているので、これを機会にまた議論が深まったり波及していくということが、重要ではないかというふうに思います。そういう意味では将来的な工程表じゃないですけれども、何年までにこんなものがあったらいいなみたいな、我々はまだそこまでは行ってなかったんですが、当然東京都としては全体の計画というのはいろいろ作るでしょうし、ここでアジアヘッドクォータートックというのが出ていますけれども、ここでは、具体的な目標も掲げています。どこかの客中に書いてある何ページだっけ？何ページです？8ページにですね、8ページの脚中に数値目標が入ってるんですよ。これも東京都自ら言ってるんだけれども、アジア地域の業務統括拠点、研究開発拠点を5年間で50社以上誘致、そしてその他の外国企業を5年間で500社以上誘致するということが目標で、その結果で経済、効果がこれだけある、雇用創出効果がこれだけあるということも、今の段階では計算にとどまってるわけですけれども、出ている。これは東京都のもうすでに出ている目標ということですよね。どういう会として何かそれをこう、検するとこを肉付けしたような何か目標というのは、我々としてはそこで特にこれをもちろん否定することは全然ないわけだし、それが実現したら非常によろしい。我々の方からは数値を出すということはない。ただし現実にどれだけの状況で進んでいるかということについては、今後もきちんと見守っていきたいし、会話をしていきたいし、そこで何かボトルネックといったようなものがあるのであれば、その解決に向けて協力できることは協力したいというふうに思います。競争は激しいですからね、やはりシンガポール、香港との都市間競争というのはそんなに楽な話ではない、激烈な競争だと思いますね。ちょっと不勉強で恐縮なんですけど、今のこの提言2のところっていうのは基本的に東京都などが掲げているものを支援しますよという意味でほぼ同じということなんですか？必ずしもそうではなく、独自色の一番強いのはどの点なんでしょうか？ほとんどのことは東京都が言っている、東京都版規制改革会議を設置しなさいということは東京都は言っていません。それから
都知事のアドバイザリー、外国人を含む都知事のアドバイザリーボードを設置して、もっとやりましょうというのも、都議会独自だと思います。それから、まあ、道州制に関連した部分も、都議会独自、これはまあ従来からの主張ということになります。それから、まあ、借地借家法なんかも、都は直接は言ってないよね。それから資金、資本性資金の出して、官民ファンドについても、まあ、そういうということです。これ前にも提言しましたけど、羽田と成田、リニアで結んじゃうと15分なんですよね。そうすると、あの2つで1つの空港みたいなものができるんで、これはぜひやると非常に効果大きいと思うんですけどね。あのそれを作るお金1兆円ぐらいって聞いてますけど。前原さんが確か国土交通大臣のリニアって東京羽田間の発行業と中都心部とずっとやってましたね。そうそう、それが一番ね経済効果は大きいと思うんですけどね。あとごめんなさい、このその都市圏構想っていうことで国の場合は他の、 あの大都市圏も入れて構想してたんですけど、どういう方があえてこの東京都だけに絞ったっていうのは、だけに絞ったわけじゃなくて他のことも言っているのですが、ただあの固有名詞で強調されているのは東京だってことです。だから地域の強みを生かした産業集積ということを言っているので、当然そこでは、大都市圏、近畿圏、東海圏っていうのも入りますし、本文でいくと2ページの、例えば27行目ぐらいからのところには横浜市、あるいは北九州市、尾道市といった言葉が出てきますし、その他にも関西、それから東海の事例というのがを出してます。それが、16ページで関西イノベーション国際戦略総合トップ、それから17ページで図表ありますけれども、愛知、岐阜を中心とするアジアナンバーワン航空産業クラスター形成トップ、まあ、これは現実にあるやつですけれども、あのそういったことにも触れながら、地域が独自、それは大都市圏に限らずですけれども、のやっぱり戦略トップっていうものを作っていく、主体性を持ってということが重要であるということを言っております。東京の場合はあれ、まあ、全国的に自治協調力っていうときに経団連なんかその、まあ、どういうかもしれない税金再法人事項で下げてくれっていうのがあるけど、東京の場合はどうなんですかね、規制緩和の方が税金というよりもどっちかというと、いや、税金も重要だと思います。アジアヘッドクォータートックでは税率、法人税率が 28.9% だけ今は復興特別税がかかってるんでそこまでいってないんですけれども、それがなくなると 20% 台半ばの税率になる。ただそれでもあの税、法人税率としての競争力という観点から見たときに十分であるかどうかというと、まだ突っ込まなきゃいけないかもしれませんが、まあ、しかし、そういう手当は、されている。だから税の問題と、規制の問題と両方ある。それの全体のやっぱりパッケージだと思いますね。